まつげの生え際が見えるように目を伏し目がちにしながら鏡を見ます。まつげとまつげの間に少しずつペンシルの先を当て埋め込むように描いていきます。この時一気に描こうとせず少しずつ細かく描くようにすると自然です。目頭から引いていき黒目の上まで来たら今度は目尻よりから中央に向けて描いていきます。ペンシルで描いた部分を綿棒などを使ってそっとなぞるように動かすとさらに自然に仕上がります。